さあ大人気の帯同シリーズ、今回はミット蹴り。動き回る小さなミットに自ら回転したり地面に倒れたりしながら蹴りを打ち込む。いやーこれめちゃくちゃ難易度高いでしょ。だいたい帯同の技は普通の武道や格闘技と違いすぎて謎が多いんですよ。武道歴40年のタカさんもびっくりしっぱなしですから。重い。あのね、私もあのタイトーはあのクロビーワールドでたびたび見させていただきましたけれどもね、まだわからないんだね。あの私にとってはね、まだ謎の幻の武道であることにはね、まだ間違いないの。さあクロビーワールドは今回もタイトーの謎に迫ります。教えてくれるのはこの人、拓殖大学帯同部の OB で船橋の古蓮館の館長、中野哲司先生。中野先生、今日も帯同のこと教えてくださいね。帯同のミット打ちを見ていただこうかなと思います。帯同ミット打ちですね、はい、そうですね。ちょっとじゃあ、最初じゃあ私ミット切りますね、はい、よろしくお願いします。かなりあのちっちゃい的をあんなに動きながら手をついたりしながら、まあ正確に当てるっていうのはものすごく難しいんじゃないですかね。そうですね、最初はちょっと難しいと思うんですけど、あの投手対陽速っていう言葉がタイトルで、まあ、あのいろんな武道であると思うんですけど、ここがしっかり相手を見ている状態で、ひっくり返ってもそれが見てて、戻るときも見てて、技をこう打って逆にこのまま相手を見ている状態を常に作るというのがポイントになります。でこの時にやっぱり肩が上がってしまうと良くないので、そこも常に倒れている時も肩が上がらないように下げてやることですよね、はい、ところで中野先生、クロビーワールドに出演した反響ってありました？いや本当おかげさまでたくさんの方が帯同してくださって、いろんな道場にもあのクロビーワールド見たんですけどっていうことで、マジですか？問い合わせとかもたくさんあって、嬉しい、はい、で結構あの他の柔道の全日本の方だとか、はい、キックボクシング のでっかい団体の方だとか、元チャンピオンの方だとかからこうちょっと教えてくださいっていうお話とかもあったりして、本当にあの態度をすごくあのいい形で紹介してくださって、またあの見てる方もあのご理解もたくさんいただけて本当にありがとうございます。いえとんでもないです、はい、やっぱこの態度っていうのはまだまだこの謎が多い変な話、やっぱり武道って、まあ、第三者として旗から見てて、あれは使えない、あれは効かないよって、まあ言いがちじゃないですか、まあ、格闘技もそうですけど、でも目の前に立ってみるとこういうことかってのが分かるし、僕もそういう経験何度もしてますが、特に帯同はそこが動きも派手なの、派手って言葉が適当かどうか分かんないんですが、非常に分かりづらいって。そうですね、多分先生もそういうの伝えるのって普段結構苦労とかされてません？そうですね、帯同、はい、の一番僕がすごいなって思ったのは、あの宿峰先生がこのすごい多分空手から帯同に移行するときに一番困ったのが、多分みんな空手しちゃうんですよね。でしょうね。なるべく回りたくない、なるべくジャンプしたくない、なるべく倒れたくないところから、そりゃそうだ、そうなんですよね、そこからどうやってこう体そのものの動きをもっとこう発展させていって、こう多分なんて言うんでしょう、こう体そのものをもっともっと動かす訓練をさせたかったっていう思いがあったと思うんですよね。なのでその体を動かす可能性をこう競技であの作るためのルール作りっていうのですごく苦心されたんじゃないかなと思っております。で結果この体幹のトレーニングっていう意味ではものすごくこう効果的な武道が出来上がってますので、なのであの倒れても足をうまく使えるとか攻撃できるという形になってるのかなと思います。はい、お願いします。お願いします。はい。
ットでやってたんですけど、はい、実際ちょっと手で受けてみたいなと思います、はいはいはい、じゃあちょっとやりましょうか、はい、はい、よいしょ、じゃあお願いします、お願いします、私があの大変技ですね、相手の技を避けながら打つっていう形でやりたいと思います、じゃあ上は、はい、お願いします、えい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 ありがとうございました。この態度の練習の仕方の一つで、相手の攻撃を全部こう避けながら打つっていう練習になりますね。全部カウンターでもう、はい、そうですね、カウンターいわゆる線の線になってくるとは思うんですけど、まあ、本来はもっとこの線で戦術的に打たせて、無防衛のところを蹴るっていうのが大事なので、うん、打たせる方が大事になるんですけど、うん、今の練習はなので打たせる練習というよりかは打たれた時の練習になるので、本当はもう一個前の練習の方が大事になります、なるほど、はい、打たせる練習ですね、はい、はい、身長はどれくらいあるんですか、180センチです、180センチ、はい、ダイナミックですよね、ダイナミックですね、はあ、パワーもすごいですね、パワーありますね、すごくあります、うん、今何年生ですか、あ、私は今年34歳になります。童顔ですね。もうおじさんです。タイでやってる人みんな若いんです。あ、そうなんですね。はい、私も40歳なので。ですよね、はい、40歳なんですね。はい、これ確かに40と34。はい、実はおじさんだったんですね。はい、おじさんです。あ、すごいですね。とんでもないです。やっぱり。こういう大柄な人たちの技っていうのは、うん、でも逆に、うんうん、まあ、こう例えば足手ついたりとかするときの足も長いし、うん、はい、体格差っていうのはどうなんですか、試合の時とかは、態度は体重制限がないので、私も世界大会とかで戦うと195センチの人とかもいたりするので、おーでかいなーって思うんで、私は的がでかいなって思ってるんですけど、まあそりゃそうか、うん、やっぱりでもぶつかって削られる体力とかの態度でこう絡み技が、絡み倒す技があるので、うん、そういうのはやっぱでっかい方が有利なんですけど、うん、やっぱりでも大きくても結局態度でコンパクトに技を出すので、小さい技が出てくるので、やっぱりでっかい人は強いですね、はい、態度の試合というのは相手に当てるんですか、当てますね、あ、思いっきり当てるんですか、はい、ライトでやってるんですか、ライトでもライトが中心ですね、フルだからダメとは多分思わないんですけど、やっぱりしっかり引いて原体復帰まで行ってこう試合が決するというものですね。すごいシンプルな素人質問だと、どういう時にいわゆる一本とか技ありになるんですか、態度はその運足、まず構えからのフットワークですね、はい、そこからしっかり体の操作をする相対ですね、線運変ですね、はい、線運、はい、で倒れる変、はい、ねじる念点がやって蹴って構えると終わりです、はい、でこのどれかが全部揃ってると一本ですね、あ、じゃあ最後の決めまでちゃんとできてないとならないんですか、ならないですね、こう1本なのがこう技ありになったりとか有効になったりしちゃいますね、はい、じゃあ常にその構えを保持していることが大事ってことなんですか、うんうん、そうですね、このやっぱり体そのものを訓練するという部分が非常にこう大切にされてたり、そのフットワーク、ポジションですね、戦術で戦うことをすごくこう推奨している武道なので、実はこうダイナミックに戦えって言ってるわけではなくって、ちゃんとポジションとか大技、でっかい技なので、むしろポジションとかタイミングとか緩急をもっともっと研究しなさいっていうのが態度の面白いところです、はい、あとちょっと、うん、これもよくある質問みたいな、いわゆるバク転とか宙返りができない人はダメなの、うん、っていう、できないでしょどうせ態度なんかっていうコメントも結構あるんですけど、そういうのができない人でも苦手な人でも態度ってできるんですか、うん、できますね、そうなんですね、うん、バク転バク宙が入ってない方形ですね、型もありますし、実践中にやるやらないというのは人のそれぞれの選択になりますので、それは大丈夫です、
ただやっぱりこうできるようになりたくなっちゃうんですよね。もうそれはそうでしょう、ね、そこが態度の面白いところです。できないからつってやめなくてもいいということ大丈夫です。で、うん、また練習方法もたくさんあるので、本当に機械体操もそうなんですけど、やっぱりできる人がやってるわけではなくて、本当空手も何でもそうだと思うんですけど、できる人がやるわけではなくて、できないことを練習するので、そこは大丈夫と思います。でも実戦中に宙返りする人もいるんですか？でもやっぱ狙ってというよりかは、ちょっとこうパフォーマンスだったりだとか、 あとちょっとこう、挑発じゃないですけど、バク宙もできるよ、お前なんかにはバク宙もできるよみたいな感じで使う人とか、あと実際にちょっとやってみたくてチャレンジしたいって使う人はいるんですけど、やっぱ全日本選手権とかになるとみんなやらないですね。外人さんやりそうですね。なんかやっぱりでも全日本選手権になるともっとやらないですね。外国の人の方がもっとシビアに、柔道がもろ手刈りを連発したみたいな感じで、もっともっとちっちゃい技を大切にしてくるっていうのも、みんなじゃないんですけど、そういう人の方が多いんじゃないかなと思ってます。体そのものの動きを発展させたい、その可能性を追求する。なるほど、一見派手に見える態度の動きですが、そんな目的があったんですね。深い。Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。これからもお楽しみに。うわー、これかー。